これどうすんだろう。
自信満々になってきた。今ちょっと不安、例えば今日1分ここで喋りますけど、ちょっと1分喋るのに不安があるって聞きます。不安がある。不安はないですって言うと、両方どっちでもないですって言うと、手を挙げることにしたら不安になったりするんですね。でちょっとじゃああれですね、初回もやりましたけど、全員立ってみましょうか。ちょっと全員立ってみましょう。相手の雰囲気が悪かったら自信はないし、相手の雰囲気が良くなるし、相手の雰囲気が悪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 くなるし、
どうやって調べたら正確なの？
はい、どうぞ。うまくいった経験が今までない。なるほど。あそこで1分喋った経験が過去にあれば、今まで発表するときにうまくいったか、今の良かったよとか、毎回1回でも回ったら発表回数が3回1回だと思います。うまくいくっていうか、あ、今の良かったんだなっていう気持ちが生まれれば、今日大丈夫ですよ。みんな仲間だって言う。良かったよってみんな言ってくれますから、絶対大丈夫ですよ。新聞までやってれば中身はどうだろう、みんな良かったよって言われますから、はい、大丈夫です、期待しますよ、はい、はい、うまくできるってこう自分で思うとイメージしてどういうのがうまくいってる状態ですか。自分があの、ね、10分後か20分後か分かりませんけど、あそこで立って1分喋ってたんですよ。ちょっとイメージもね、どういう感じのがうまくいってるんですか。スムーズであればうまくいってるってことですか。自分の伝えたいことがうまくいってる。それをやりきれるとはい、はい、だからいいですか。どうですか。はい、一番伝えたい事情はこの中に伝えたり、どういうことで、どうですか、今現時点で言いたいことは決まってるんですか。それはでも素晴らしいですね。もうコーラ決まってんの。途中までがもうちょっとだからどうやったらいいかなみたいな感じです。まあでも1分だからね。はい、大丈夫ですよ。いけます。はい。発表する人を誘いたい。どんな発表する人。Thank you.
な話してるからしょうがない。テンション。テンションが何なんですか。テンションが高ける。どれぐらい高ける。今どういう状態ですか。今低い。Thank you.
満々でいけます。はい、もうそれを食べると思ってやれば。興味を持ってここにいる全員が聞いてくれる雰囲気があればどうですかね、この状況は。大丈夫
で、まあみんなあのそれぞれ言ってくれましたけど、それきっと正しい。まあそれぞれそういう心ある、なんていうか、そういう経験があるでしょ。それによって自信がちょっとずつついてきた。別にどれも間違いないんだけど。で、俺はまあ、あの基本的にはみんなの言ってること同意しますけど、それもそうだよね。思いますけど、ちょっとね、まあいろいろ考えてるんですね。自分を信じるじゃないですか。自分を信じるですよね。信じるですよね。で、自信がないってことは自分を信じてないってことですよね。まあ、不信ですよ。自分不信。てか、不信者なわけです。自分が。わかりますそいつのこと不信なんですよ。わかりますで、みんなもいると思いますけど、信じてないやつ。知り合いで。こいつは信じてない。あるいは、まあ、テレビとかあるんですけど、こいつ言ってることは嘘だ。信じてない。言うと、ここの人が言うことは信じてるってあるじゃないですか。ありますよね。それなんで決めてるのかっていう、わかります？それをね、結局それをね、信じてる人のに対してやってることを自分にもやるわけですよ。そうですね。めちゃめちゃ信じてる人がいるとするじゃないですか。その人に対してやってることは何なのかっていうことです。それを自分にやってれば同じことになるんです。で、まあ、ちょっとね、まあ、ゲームだと思って実験だと思ってやってみてください。で、俺はね、まあ、これ結構効くんじゃないかなと思う実験があるんですよ。で、今からですね、ちょっと時間取りますんで、2つの項目について書き出します。ちょっとノートで、裏紙でも何でも。レポートとかで関係なくて、見せないってもいいです。何でもいいです。人に見せる話じゃなくて、単純に自信がつく目的のためだけです。で、どれぐらい自信がつくかどうかは実験ですから、分かりませんよ。どういう実験結果になるか。で、今日の天気図の、その裏側とか、それなし。別ね、レポートとは別ね。3分間で、できるだけたくさん書いてる。できるだけたくさん。
けるだけ帰る。いきます。じゃあ行きましょう。